ですよね、3で割れば1年間で,、えーでねまあ、4,000時間っていうのは、まあ、ちょっと少ないんですよね。えー、とこれ後で言いますけど、まあ、最難関大とか医学部に合格しようと思ったらたい、まあ、5,000時間から6,000時間ぐらいの勉強時間が必要だってよく言われてます。なので、えー、4,000時間というのはそれに比べたらちょっと少ないんですね。でなんでかっていうと、まあ、多分これですよね。 僕の場合は筑波大時代にアルバイトでね高校数学の塾講師をやってたんですよ。でまあブランクが結構あるんですけど、まあ、それでもまあ大学の学部にいた頃はずっとバイトしてたので、まあ、それが効いてるのかなとだから数学だけは結構記憶に残ってるんですよね。これは多分多くの方同意していただけると思うんですけど人にに教えた経験っててかなり自分の中でで身についてるんですよね、まあ、それ分かりますよね教えることが最大の勉強だってよく言いますけど、まあ、まさにその状態です。だったので ま数学のみねかなりのアドバンテージがあったんですね。まあ、だから多分、えー、5000時間じゃなくて4000時間でま合格できたのかなというふうに自分では思ってます。はい。でまず僕についてはこんなところです。でこのこれを踏まえた上で、えー、社会人全般の話をね次していきたいと思います。 はいでまあ、繰り返しまず話しますけどまあ医学部とか東大京大一つ橋東校大、まあ、最難関大の合格に必要な勉強時間っていうのはまあ、5,000時間から6,000時間まあだいたいこのゾーンに入ってると言われてます、まあ。これはネットで検索してもすぐ出てくる時間ですしまあ例えば予備校の先生とか学校の先生とかに聞いてもねまだいたいこの答えが返ってくると思います。はいまあ、なんていうのかな多くの多分最難関大受験者とか教育関係者はもう多分この共通認識を持ってると思います。で ちなみに言うと多分まあ京大の非医学部ですね、まあ、だから僕の卒業した創人とか、まあ、あとまあ工学部とか農学部とかね、まあ、その辺りですねであと一橋東校で地方の医学部あたりはまあ5,000時間からまあそこにちょっと軽配入た程度ぐらいでまあいいのかなっていう印象ですし、まあ、東大とか難関の医学部になるとまあちょっと6,000近く必要なのかなっていう感じはしますね。で、まあ、ただし理科三類と京大医学部はまあ多分まあもう何ていうか時間じゃない気がするんですけどこの辺りはね。まあ、ただ えと理算とか教大学部を再受験で狙うって人は多分そんなに多くないと思うんですよね。医学部を再受験で狙うってことは医者になりたいわけだから別にあえてこんな難しいとこを狙う必要はないので、まあ、多分、まあ、今回それは対象外とさせていただきます。で,、えーとですねまあ、いろんな大学学部があるので、まあ、入試の様式が違うので先ほど申し上げたとおり勉強法の比較はねちょっと困難ですよね。こういう勉強すればここに受かりますとはちょっとそういう比較はしづらいですねこれらは。でただし えっと勉強時間としてはこのゾーンでどれも共通しているのでね。勉強時間のみに焦点を当てた計画立案ではまあ,ある程度共通して語れるわけです。で、えっとただね。この5000時間から6000時間っていうのはこれまあす。ごい時間なんですよ。ま、これは多分なんとなくわかると思うんですけど、例えば1年間、毎日12時間勉強しても5000時間にはなりませんよね365。36。5かける12をしても5000にはなりませんよね。だからまあ例えばあんまりこんな人いないと思うけど、高校生とかで。 高校1年生の状態から全然勉強してない本当に授業全部聞いてない全部サボったまあ進級できないと思うけどあの、まあ、そういう人がいたとしてで高3になったとで今から東大行きたいんですとか医学部行きたいんですとか京大行きたいんですとか言ったとまあまあ無理よねって言いますよね1年じゃ無理よってだってあなたこんだけ勉強時間確保できないでしょって1年じゃっていう話になりますよね。まあ、だかかから1年ででででは基本的に合格できななないんですよなかなかねで まあだから社会人の再受験生でも、まあ、1年で合格するのは普通無理じゃないってよく言われてます。で、えーとまあ、5,000から6,000、まあ、先ほど僕の例だと4,000時間なんですけど、まあ、ある程度何かしらのアドバンテージがあれば、まあ、この時間は減らせます。えー、僕の場合だったら数学の塾講習をやっていたから、まあ、数学のアドバンテージがあるから少しここから減らせたということですよね。まあ、そうは言っても4,000時間ぐらい、まあ、結構な時間です。 まそういう時間を社会人はどうすれば確保できるのか、どうやって確保するとよいのかっていう話をね、えー、次のボードから具体的にね、まあ、えー、お話ししていきたいと思います。はい、まあでこのボードに書かれていることはですね、まああくまでも平均的なフルタイムワーカーの働き方をモデルにしたものです。えっ、ー、ともう業種によって働き方って全然違うので、まあ、これは社会人を経験した方はわかると思うんですけど、もう本当業種によって全然働き方って違うので、まあ、一概にこういう平均的なモデルが 多くの人に当てはまるってわけではないんですけども。まあ一応ね。まあ、そこはもう目をつむってまあ、こういう人を対象に今考えます、えー、これは僕自身の経験とかじゃなくて、まあ,あくまでも平均像です。で、フルタイムワーカーの平均像から無理なく確保できる。勉強時間をまず算定するとね。まだいたい。こういうこういう感じになるかなってことです。えっ、ー、とまず8時間労働。まあ、これは多分大抵の方そうですよね。あのまあ、契約書に書かれている通り、8時間労働しろとで1時間休憩が入ってるとで。 まあ残業なんですけど残業多分ゼロはま,あまずないですよねで、2時間ぐらいの残業と1日毎日2時間ぐらい残業